こんにちは、ラバーズホリデーのタカとゆかです。今回は東北ナンバーワンの売り上げを誇る超人気ホテル、仙台の奥座敷秋保温泉にありますホテル瑞鳳さんの宿泊業をお届けします。バブルの豪華さ漂う大型ホテルで、温泉、豪華ビュッフェ、館内アミューズメントと大ボリュームの内容の1泊2日のホテルステイを楽しんできました。どうぞ最後までご覧ください。ラバホリ。ホテルまでは仙台駅から無料送迎バスでおよそ40分。到着しました秋保温泉ホテル瑞鳳さん。館内に入って迎えてくれるのはこの豪華で広々としたロビー。館内には川も流れていて鯉も泳いでいます。ウェルカムドリンクにほうじ茶をいただけました。それではチェックインが完了したのでお部屋へ向かいましょう。それでは本日のお部屋307号室篠の目です。こちらのお部屋のタイプ、和洋室、和室12畳プラスツイン TN のお部屋になります。すごい、確かにすごいよね。うん、広いよ。ほんとだ、なんか庭が見えるんだ ねお部屋の中見てみますか。ベッドがございまして、で奥にはね、こんな水墨画が描かれてます。そしてこちらがテーブルでございますね。お茶菓子がね用意されてます。はい、浴衣が大中小と用意されてます。奥にはこちらね、こちらの床ごと、こちら、あ、タオルですね。手ぬぐいっぽい感じでいい感じ、バスタオルも用意されていて、こちらが羽織ですね。あ、そうだね、うん、帯が用意されてます。こちらがテレビ、お、こちらが鏡ですね。うん、姿見がこんな感じで、でこちらが、冷蔵庫、中を開けるとこんな感じで開いてます。ビール1本450円、はい、チューハイも250円、はい、はい、でお水はね、これ書いてないんで、うん、うん、無料でいただくことができます。はい、はい、こちらお風呂お手洗いコーナーです。おい、どうぞ。おー、2人で使えるような一口ありますね。アメニティも全部ある通り、うん、コットンとか歯ブラシとか櫛がある。はい、パナソニックのドライヤーとこれ面白くない、うん、今なくないっていうタイプのこっちがまずお手洗いかな。はい、はい、おー、え、メンズの、メンズの、うん、あ、お手洗いがあります。広い、うわ面白い、下に行くの、下に行くスタイル低いねここさ、一応台所っぽくない、なんか、うん、しかもこうだもんね、うん、だからこう、うん、懐かしの昭和のバブルの時代に、うん、昭和初期だね、うん、雰囲気だって玄関に石詰まってるしさ、うん、でもここ明かり灯るでしょ、灯るね、こんな感じだね。はい、はい、それじゃあ早速お風呂行っていきましょうか、うん、入っていきましょう。はい、ラバホリ。お部屋で一休みした後はホテル瑞鳳さんの売りの一つである全天候型温泉プールへ行ってみましょう。プール内は全天候型屋内ドームとなっていて、私たちが訪れた雪の日でも暖かい室温が保たれています。大型のプールと温まることのできる温泉スライダーがありまして、無料の浮き輪ゴーグルのレンタルもございました。プール内はヤシの木や音楽でどこかハワイを感じるような空間作りをされていて、豪華な瑞鳳さんによく似合うバブルケーキの気分を感じられるところが素晴らしいと思いました。プールで遊んだ後は大浴場へ向かいます。広々とした浴場や種類豊富な露天風呂、サウナは低温と高温があり、高温サウナにはセルフロウリュ、キンキンに冷えた水風呂でバッチリ整えました。おろぽします。
い整いました、うん、サセットサセット残念だったですね。サウナローリーがありまして誰もいなかったんでローリーザーン行かしてもらって、うわーやって一人で一人だったで、はい、水風呂がキンキンなの。体感5度で外に滝が流れてるんですよ。流れてる流れてる。その滝をこう感じながらね露天こう入ってたら雪がこうちらついてきまして、あー風情ですね。でも完全にこう整ってる状態どうでした本音の方。外湯がさ、うん、130m ぐらいの、うん、なんかこんぐらいのお風呂あるじゃん。ないよ、街みたいな、うん、誰もいないからプール状態だよ、ずっと。へー、そうだったんだ。あった外湯がね、1、2、3、4つある。外湯2つしかなかった。女性というか、もしかしたら変わるかもしれないけど、だから、あ、こっちの上の秋湯の湯って書いてあるところが結構暑かったから10分入って、うん、隣のエリアの立ち湯に10分入って、うんうん、向こうの、うん、もう一個はね、滝湯、歌せ湯って書いてあって、歌せ湯だった、歌せ湯があるの。で、そこが気持ちよくて、そこに10分ぐらい行って、だから、うちはいなかった。外湯でも、なるほどね、暑くなっちゃって、うんうんうん、って感じだった。とにかく私、外湯フェチだから、うん、この外湯はめっちゃいい、うん、めっちゃ良かったです、うん、ということで、今からちょっと館内のゲームコーナーの方に遊びに行ってきます。はい、2階のゲームコーナーの方に遊びに来ました、はい、この階はアミューズメントエリアだね、うんうん、このあ、ほんとだ、うん、卓球 A あ、こういう感じだ。なんか、なんかちゃんとしてる ね、個室なんだね、うん、これで30分500円なんですね。安いね、ところだよね。で、こちらゲームコーナーです。おあ、ほんとだ、うんうんいいですね。あ、太鼓の達人だ。これだ。あ、ほんとだほんとだ。ちょっとおじいちゃんが頑張る。うんうんうん。はい、仙台のアンパンマン。ちいかわエリア。有効キャッチャーだね。太鼓の達人。で、ガチャポンがここにちょっとあります。はい、サウナ。徳川家康と伊達政宗の鎧があります。じゃあこちらを入っていきますと、観光ギャラリーがあるようなのでちょっと覗いてみたいと思います。あ、こういうことか。これを見て秋保温泉の遊びを計画してみてはいかがですかっていう感じですね。すごい風情ですね。なんか若い子にとってはレトロにエモく感じそうだし、うん、俺らにとってはなんかちょっと古き良き時代を感じて、うんうんうん、そうね。なんかこういうソファーもなんかエモい ね、 ね。お、ウサギだ。イースター。あ、イースターだ。うん、ジャパン。うん、ね、お土産屋さん、花かごさん覗いてみたいと思います。ずんだ風呂ランタン、美味しそう。うん、こっちを知ってんの1000円って安いよ。うん、いろいろある。こういう感じのね、華やかな浴衣も借りることができます。かわいい、伊達ちゃん。こけしですね。あ、こけしです。いい表情だね。でさ、ちっちゃい時ちょっと怖くなかった。こけし怖いって思ったことないかも。ないんだ、私ちょっと怖かったんだよね、ちっちゃい時。顔が怖い。うん、ここら辺は牛タンのパックがあります。牛タン真空パック。そしてこの湯がテールスープと牛タンカレー。This is 仙台。ナバハリ温泉、プールでお腹を空かせたら、お楽しみの夕食ビュッフェへ。こちら、炭焼き牛タンです。お、すごい。さすが仙台。カニです。
サーモンですね。はい、どうぞ。ありがとうございます。いただきます。あ、綺麗。めっちゃ綺麗、すごいね。どうぞ。ありがとう。はい、はい、はい、いいですね。はい、どうぞ。はい、茶色い。茶色いね。よし、茶色だ。茶色だ。夫婦助け合いが肝心ながら、大勢もよろしく。はい、気を取り直しまして、乾杯。お寿司、卵どうぞ。うん、今日はマグロいきます。せーの。おいしい。うん、うん、卵美味しい。今日のさ、お高いお寿司屋さんの卵さ、下にシャリがないから。うん、そうだよね、海苔も巻いてないしね。私こっちのが好き。うん、うん、バイキングのレベルとしては十二分です。その場で握ってくれるのがいいね。うん、ステーキです。うん、おいしい。うん、さっぱりして。そう、ビュッフェステーキレベル高いね。うん、やっぱりね。うん、牛タン結構でっかい。この匂いだね。うん、炭焼きだ。柔らかいね。うん、うん、食卓がカニ一色になってきたね。さっき上から見た図だね。あ、そこカニ好きだなみたいな。そう、私これ取ってきた。ラーメンとリガトーニのパスタとピザ、うん、全部炭水化物でした。うん、小麦粉モンスター。ピザ。でもうまくなった。うん、すごいゴルゴンゾーラ。なんかラーメンが結構ね、美味しそうなんだよね、作りたて。うまっ。このラーメンうまっ。うん、習得した。おー、わー、うまい。これがやりたかった。私はデザートを取ってきました。ケーキ、ショートケーキとチョコレートケーキ。いちごがこんな綺麗な感じのいちごがありました。イタリアンジェラート。全体的にレベル高い。うん、お母さん何回行ってる？すごくない？6回、6、7回食べに行くら、うん、珍しいよ、あの人があそこまで行くの。うん、あんまビュッフェそんなにって言ってるお母さんが行くぐらいだから、うん、きっと美味しいんだよ。これ結構トップ3入るな。うん、よかったね。いろんなとこ入ってるけど、そう、ママと一緒だから結構宿悩んだんだけど、うん、やっぱね、こう評判が良かった、うん、追放さん、うん、選んで良かった。お風呂もいいし、お部屋もすっごい広いし、うん、明日の朝食も楽しみです。ラバハリ。朝食ビュッフェにやってきました。あ、いいね、笹かまぼこ。こちらパンケーキコーン、そしてこちらがお刺身です。こちらは玉こんにゃくと枝豆豆腐だって。鶏ガラと醤油のあっさり朝ラーメン。めっちゃ美味しそうじゃない？うん、うん。ヨーグルト、マンゴープリン、杏仁豆腐、ずんだの、わらび餅。はい、ありがとう。できた。いただきます。ビュッフェ慣れするとさ、小鉢で持ってきたがるよね。真似したんだけどね。そうなの。そんなに。私の小鉢を真似し始める。そう、お父さんも朝からカレーです。いいですね。うん、今日はキーマカレーっていうのがありましたので。キーマカレーですか。美味しいね。第二陣です。ラーメン、枝豆豆腐、玉こんにゃく、ささかま、マカロニサラダ、オムレツとパンケーキ、クロワッサン、コーヒーゼリーとヨーグルト、コーンスープ。おお、いいね。全部入りだからね。全部入り。ズイホーさんのね、うん、ライブキッチンの人はね、結構職人っぽいよ。どうぞいらっしゃいませじゃない。どうぞ。どうぞ。結構職人っぽいよね。職人っぽい。そうだ。うん。ラーメン、うん、うん、
食べたいよちょっと一口食べたい。嫌いじゃないんでこれ、うん、ママ一口好きだから。そう、ママ一口好きだからデザート持ってきました。僕のこだわり言っていいですか、うん、このね、チョコクリスピーみたいなやつ、ここに牛乳をかけるのが僕は大嫌いです。一番いい食べ方はすくってこれを牛乳に入れてこれ食べる。これが一生サクサクに食べれるコツ。私の場合は、うん、クリスピーとママ、うんうん、さらにサクサクだよこれ。違うマウス割りが一番サクサクしてるよ。そういうんじゃない一つ言っていい、これさ、うん、かけるの忘れたでしょ。メープル。何メープル。そんなあんのメープルかけない人どこにいるの言ってくんないと。もう本当にバカだな言ってしまわれたありがとうをメープルがかかってようやく完成しました疑問に思わないとこがすごい、うん、時刻は午前10時チェックアウトのお時間です。チェックアウトを済ませたら秋保温泉を観光してみましょう。秋保温泉には風光明媚な来来峡、恋人の聖地のぞき橋、仙台万華鏡美術館などがあり、半日ほどでもコンパクトに楽しめるスポットがいくつもございます。仙台旅行の Vlog で秋保温泉観光の様子をお届けしておりますので、よろしければそちらの動画も合わせてご覧いただければ嬉しいです。時刻は15時、観光を終えて無料送迎バスに乗り仙台駅へ戻ります。15時の便は日帰り温泉向けのバスになりますが、宿泊客でも問題なく予約することができます。ちなみに無料送迎バスは大変人気でして、私たちは宿泊の3ヶ月前に予約をしたのですが、その段階で10時半の便は満席でした。送迎バスをご予定の方は旅行が決まり次第お早めのご予約をお勧めします。最後にホテル瑞鳳さんのお値段です。1泊2日夕朝食付き2名で平日3万400円から土日で5万8000円ほどのお値段で宿泊することができます。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画良かったら高評価をしていただけたら嬉しいです。次の旅は春の沖縄旅行を予定しておりますので、よかったらチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。